シナボンは本社をジョージア州アトランタに置くアメリカ合衆国の菓子パン類のチェーン店である。また、同店の主力商品のシナモンロールの名称でもある。シナモンロールのほか、コーヒー、ミルクシェイク、チュロスなどを扱う。シナボンモール内のシナボン店舗。カリフォルニア州トレーシーにて、シナボン社の主力商品はフロストシュガーをかけた大きなシナモンロール、シナボンであり、 シナモンロール類の他にブレンドコーヒーやフレーバーコーヒー、コーヒー味の冷たい飲み物も扱っている。シナボン社の所有権は以前は AFC エンタープライゼズが所有していたが、2004年、フォーカスブランズに売却された。シナボンの第一号店は1985年12月4日、ワシントン州シアトルのシータックモールに開店した。当初の商品はシナボンのみであった。 1986年にフランチャイズ第1号店がペンシルベニア州フィラデルフィアに開店した。2012年11月の時点で世界51カ国に約900店舗を構える。シナボンの出店にはかつてはショッピングモール等人での多い立地を選ぶ傾向があった。1991年モール以外では 初めてのシナボンがデトロイトのウェイン軍空港に開店した。今日ではシナボンの店舗は軍事基地、大学構内、テーマパークなどでも運営されている。シアトルズベストコーヒーのシナモン風味のコーヒーはシナボンと命名されている。ピルズベリー社は自社製品グランズシナモンロールとシナモントースターストルーデルにシナボンのシナモンを使用している。シナモンのシナと フランス語で、良いを意味する、ボンの造語と言われている。日本では、ラーメンのチェーン店を展開する、スガキコシステムズが、子会社を設立。1999年に、東京都武蔵野市吉祥寺に一号店をオープン。物珍しさから一時は、大ブームとなり、三大都市圏にその店舗網を広げた。しかし、 もともと大多数の日本人にとっては分量が多い上に甘すぎ、シナモンの香りもきついと感じられた。砂糖類が大量に使われていることからカロリーを気にする層からは敬遠され、ブームは早々に下火となり、次々と閉店に追い込まれた。最後まで残った東京都港区のアクアシティを台場店も2009年2月28日をもって閉店した。 なお2012年にブランドパートナーズによって日本再進出を図り、11月中に六本木に1号店をオープンした。現在はシアトルズベストコーヒーと併設されている店舗が多く、コーヒーなどのドリンクと一緒に食べられている。横須賀基地や沖縄の宜野湾市のキャンプフォスターなど、米軍基地内には店舗があるが、基地に入ることができない、一般人は利用できない。 カデナ基地など、シナボンの店舗がない米軍基地でも、コンビニやフードコートの一角で売られている。2020年12月現在、関東地方に6店舗、中国地方に1店舗、九州地方に6店舗を構える。ありがとうございます。